お頭トンネルお頭トンネル塩原川、出入口お頭トンネルは、栃木県日光市と那須塩原市にまたがる国道400号のトンネル、お頭峠を貫く。東トンネルの開通により、東北自動車道西那須の塩原インターチェンジから、福島県南会津郡南会津町田島まで、車で約1時間となり、南会津へのアクセス利便性が格段に向上した。 宇都宮インターチェンジから国道119号、国道121号経由で田島まで行く場合に、比べ、東北道、西那須の塩原インターチェンジ国道400号を利用の場合は、約40分の時間短縮が可能である。岡白トンネル竣工を記念して建立された、渡辺道夫の共造。塩原川。 出入口から東に1キロメートル、ヘアピンカーブの脇に設置されている。上三寄川高校1880年代後半、栃木県令であった、三島道常の企画により、那須野が原から塩原を経て、藍津方面を結ぶ街道の建設が始まったものが、発端であり、それ以後の建設により三寄り山の部分を残して道路は、完成していた。残る身寄り山の部分については、 1960年代には、当時この付近で牧場を経営していた河野一郎が、1980年代には、地元の政治家である渡辺道夫がそれぞれトンネル建設を推し進めた結果、1988年10月に、岡頭トンネルが竣工したことでこの街道は、全通した。三島による街道建設の立案は、100年かけて、 国道400号という形で完成したことになる。ありがとうございます。